石ヶ谷武志清は、江戸時代前期の旗本。寛永20年2月20日に初めて、徳川家光に配慄し、同年6月16日に故障組に配属された。昇法2年12月28日、林米三百票を賜る。慶安元年4月、徳川家光が日光山に戻れる時に従った。毎夜元年3月6日お勝ち頭となり、 同年ウルー12月25日林米300票を加えられ、同年同月28日不意の着用を許された。毎夜2年7月27日父、佐田清の家督を相続し、先にたまった林米600票は、父の養老寮に充てられた。漢文3年4月、徳川悦那が日光山にもう出る時にその友をした。 漢文11年3月26日おめ付けとなった。遠方元年3月19日金利府となり、大見国のうちに1000国加された。合計で2500国を領有し、同年7月1日15位した長戸守に除任された。遠方7年12月6日務めを実施寄り合いに入った。元禄4年4月4日大見国の領地を下佐国豊田岡田領軍に移され、 元六十一年六月相模国の領地を、和作二国竹社、山部二宮に移された。元六十六年七月二十二日に知事した。ありがとうございます。